資料集もありがとうございました。反対尋問はございません。では証人は退席されても結構です。ご苦労様。裁判長、先ほどの番資料紙は一審公判廷において、証言をしておりますけれども、その証言の内容は青酸カリが毒物であると証言して確定判決に、大変重要な影響を与えた証人でございます。したがって弁護側としては次のコーナーで、番証人に、さらに、聞きたいことがあります。そういうことでございます。ガッガッガッドキアップ。これは私ども弁護団が毒の告発というレポートをお書きになりましたジャーナリストの渡田進さんから提供いただきました大変重要な書類です。この重要な書類の存在及び内容がテレビで公開されるのは初めてであります。このメモのことを私たちは買いメモと呼んでおります。どういうものかと申しますと、事件当時警視庁の捜査一課係長でありました甲斐文介さんが捜査に当たった刑事たちの報告を逐一自分でメモして集約したものであります。つまり事件当時の捜査状況の生々しい報告がすべて記録されているのであります。この甲斐メモの中で番氏はどのようなことを語っているのでしょうか。毒物は青酸カリではなく青酸ニトリルかもしれないという可能性について語っているのではないでしょうか。この点について番氏自身に証言してもらっております。 VTR をお願いいたします。ここでね、実はちょっと検討して分析したんですが、警視庁の当時捜査の係長であった甲斐という係長が警視庁の捜査一課の、はいはい、刑事たちがあらゆるところで集めてきた情報をもとにして、はいはい、でそれを捜査報告書あるいはそれをもとにしたものをメモとして書き残した資料があるわけですね、はいはいはい、それはお聞きになったことありますか。ないですね。ああそうですか、はい、でこれが、場所長野県上伊那郡に行って、はい、そして肩書きは元陸軍技術中佐番茂雄43歳と、はい、そして経歴はどんどん本当は少佐ですから中佐になっております。これは中佐内議だとおっしゃってましたね、はいはいはい、でこの番さんの担当の部門というのが毒物、爆薬、はい、焼夷剤、焼夷剤、鑑識機材、鑑識、こういうふうになってます、はいはい、それから二班長は土方博さんで、はい、毒物合成を主として研究すると、はい、でこの毒物合成というのは個人謀略に用いる関係上死後の原因がちょっとつかめぬようにするのが目的で、はい、そのような毒物を理想として研究し中には成功した例もあった、はい、でその成功したものとしては青酸ニトリルである、はい、こういうふうになるんですね、はいはい、で青酸ニトリルについての、説明が書いてあるんですが、青酸ニトリルは青酸と有機物の合成に九軒、はい、が登戸研究所が、はい、特殊のものを加えて作ったと、はい、こういうふうになってます、はいはい、でこの青酸ニトリルを服用するとどうなるか、あるいは飲ませるとどうなるかというと、服用後胃の中に入ってから、はい、3分から7、8分経つと、はい、青酸が分離して人を殺す、はい、つまり致死、に至らせる、はい、至らしむると、はい、こういうふうになってます、はい、この通りですか。そうです。大体そうですか。3分もかかないくらいでしてね、最初にこういう問題はで、うんうん、範囲を言わないといかないですね。そうですか。早い人もあるし遅い人もある、個人差でも考えないとね、うん、一応にこの、うん、それはばったりくというような、うん、考え方は間違いですね。そうですか。で個人差を考えても最低はじゃあ何分ぐらいから聞き始める、何分後から聞き始める、まあ2分から3分か、ね、じゃあ3分からというのは間違いで、まあ、2、3分からとこういうふうに考えればよろしいと、よろしいでしょうね、こういうことですね。わかりました。はい、でこれはどうして、そうなるか、あその特色ですね。これは水を加えて、これは辛卵って言うんですか、こう振ると浸透、浸透ですか、はいはい、水を加えて浸透すれば乳白色となり、はい、つまりクリーム状っていうか色がこう白く濁るという、ね、はいはい、乳白色、はい、乳白色になるわけですね、はいはいはい、で味は、喉を焼くような刺激がすると、はい、こうなってますね、はい、私は青酸カリで試験した結果、帝銀事件を思い起こして考えてみるのに青酸カリは、即効的のものであって、
1回先に薬を飲まして、第2回目を1分後に飲まして、さらに飲んだものがうがいに行って倒れた状況は青酸カリとは思えない。青酸カリはさじ加減によって時間的に経過させて殺すことはできぬ。私にもしさせれば青酸ニトリルでやる。青酸ニトリルを飲ました場合は青酸は検出できるが他の有機物は発見できない。発見できない、検出できない、括弧してそのように書いてありますね。はい、それでいいですね。はい、その当時では分析のしようがないっていうことですよね。はい、だからそういう表現がしてるんですよね。うん、それで危機が揃ってなかったんです、その当時は。うん、ここね、はい、不思議なことをね、これ全般に対してね、刑事の前でね、そんな言ったことはね、全然ないって、どっからこうって認識されたんですか、これ。これまたお話を一通り読みますから、その上で。おかしいんですよ。それで次に。それに聞こえるんですよ。あ、そうですか。事実は事実だけどね。ね、だから、刑事の前でそんなことを言うようでもないですよ。あ、そうです。しかし、刑事の前以外に言うこともないでしょ。刑事、僕は刑事の前でね、喋ったこともないしね、公に書類として出す程度。それから一言、会議の席上でね、喋ったことはあるんだけどね。普通の刑事に調べに来てね、これまでに詳細にね、の話すようなこと全然ないです。なるほど。じゃあ調べ方がよっぽどうまかったか、あるいは一晩止めてやってお酒飲んだから喋ったんじゃないか。いや、そんなことないですね。そこで晩さん曰く、事件当初において、新聞に警視庁の鑑識課が青酸化合物といったことは、それは死闘な言であると私は思うと。はい、その通りですね。はい、でここでですね、その次ですが、青酸カリと後で聞いたが、私の実験の結果は青酸カリとは、私の実験の結果から思えないと、こういうふうになってるわけですね。そんな言ったこと一切ないし。ああ、そうですか。ノーです、ね、なるほど。じゃあ言ったことはないとして、この判断はいかがですか。その刑事には当時話さなかったとして。いや、そういう発言は一切しないですね。当時してない、肯定してないんだ。ああ、そうですか。はい、ご覧になって聞かれていかがですか。まあ大体、まあ、よく調べたかなと思うですね。うん、それからよく、私の考えてマッチしとるところもありますしね。そうですか。だからもう、今範囲の間違いはあるという程度ですね。うん、大体の点では間違いはありませんね。そうですか。ただいまのやり取りでも分かりますように、買いメモの中で番氏は毒物は青酸カリではなく、自分がもしやるなら青酸ニトリルであるとまで言っております。番氏は捜査陣が勝手に書いたと言っておりますが、大筋においては間違っていないとも証言しております。果たしてどちらが真実なのでしょうか。いずれにしましても、毒物を青酸カリであるとした確定判決は極めて重大な疑惑をはらんでいると申さざるを得ません。しかもこの疑惑は事件にとって決定的であります。なぜならば、もし本事件で使われた毒物が市販の青酸カリではなく特殊な毒物青酸ニトリルであったなら、普通の市民にしか過ぎなかった平沢さんがこれを入手しうるはずはなく、したがって犯人足りえないからです。では、なぜ根拠薄弱な青酸カリが該当毒物だとされてしまったのでしょうか。一体何が本件毒薬の毒物の正体追及を阻んだのでしょうか。私どもは晩さんとのやり取りの中でその回答の一端を垣間見ることができました。晩は昭和16年5月22日から、人体実験には南京病院、これは多摩部隊の本部になっているが、ここの課長伊藤少佐の指揮で、佐藤ですね、佐藤少佐の指揮で実験を始めたと、こういうふうになってますね。いや、まあ、僕はね、協力してきたね、舞台のね、給水分の方の名前はね、忘れちゃったんですね。あ、そうですか。これからほとんど聞かないの。そうですか。で、これ万さんの話として、相手は、捕虜を使う、相手は誰かというと、この捕虜を使ったと。で、相手が試験官を疑うので、偽装して行ったと。例えばこれね、はい、こんなに詳しくね、のね、稲村って言っとったところでね、その刑事にね、話さないと思うんですよ。いや、どっから来てるんだよ。どっから来てるかね、ちょ
ちょっとそれが今、ね、一通り読みますから、はい、そのうちでそれは違うとかおっしゃって結構ですから、はい、だから話をしたことがあるかないかとかいうことのほかにその内容についての事実の話ですね、それを一つ確かめさせてください。でどういうふうに実験をしたかというと、この捕虜を使って相手が試験官を疑うので、偽装してつまりごまかして、カモフラージュして行ったと。で例えば、紅茶の中に青酸カリを入れて飲ました場合に、試験官と一緒に、俺が先に飲んでみせるから心配しなくてもいいぞと、良いぞと言って、飲めと、こういうふうに言ってやった。つまり飲ませ方をね、安心させるということですね。作る場合はね、軍でね、我々がやっとるけどね、飲ませとかどうこうっていうのは相手の部隊の方ですね。いやしかしこれはここで、バンさんが立ち会ってしたというバンさんの話を入れてるんですが、立ち会いはしてる。バンさん自身が飲めとか飲んでみせたということじゃないんですか。万年筆用のもので、キャップを取ると針が出ると。でその針で着物の上から刺すと、刺すような仕組みとなっているっていうんですね。でそれは主としてハブの毒を使っていて、これを打つと一呼吸で倒れると。大体ハブの毒っていうのはそのような効果があるわけですかね。邪毒って言って、邪毒というんですか。ここではまあカタカナでハブ、まあハブでもいいでしょう。でこれはまあ針を抜かないうちに倒れるそうですね。で、まあ、邪毒はすごいですね。そうですか、で死体はすぐ解剖して研究の材料にしたと、こういうふうになります、これ普通はどういう研究の材料にするわけですか。それはね、軍医の仕事ですよ。我々はそののデータを一切くれないですよ。いやもちろん軍の仕事ですからね。効果だけをね、効果だけは効くか効かないかを与えるだけだって、そのね解剖結果だとかね、所見というものは一切こういうはないですよ。でその次バン曰く、私は何回となく実験を行って、青酸系の毒物の死に方は、全身を伸ばして痙攣を起こす、仰向けに倒れる、死に顔は青酸特有の死に方である、で解剖してみると青酸の場合は死後も血液が鮮光色、鮮やかな赤い色ですねを呈していると。でこの辺で私は何回となく実験を行ったという点があるんですが、この点いかがですか。それはある程度の種類は繰り返したんですよね。それは直接に実験なさったわけですか。いや手を直接は私たちがやるわけではない、ね、邪毒なら邪毒の、ね、どれだけ与えるかと、ということですね。その与える分量などを指示したり、そう、監督するとそういうことですか。少なく最初与えて、それで効かないと余計するという、そういうことですね。じゃあこれぐらい、例えば 1cc じゃ死ななかったら 2cc 入れてみるとか、だんだん濃いくしてみるとか、その反応を見ていくわけですね。なるほど。その時には何人のその捕虜に、薬の実際の実験はされました。少数でね、せいぜい15体で20体程度じゃないですかね。ただ三部本部や篠田その閣下の命令といえどもね、やっぱり非人道的で、しかもその捕虜あるいは非戦闘員をその人体実験みたいにして殺すということについてですね、いや、それ本格的にはそういうことはね、あまり関心したことじゃないですね。それは当時からやっぱり良くないっていうか、感心したことじゃないというふうに思われてました。それは腹の中ではかわいそうだなというような、ね、感じを持っている。俺は人間ですからね、俺は そんなことを思わん人はないと思いますね。この証言をお聞きになって皆さんいかが思われたでしょうか。バンさんは率直かつ大胆に、またかなりの悲しみも込めて話をされました。取材に協力をしてくださった多くの方に感謝をいたします。また一部読み上げました会員メモについてはそのまま読み上げた次第です。この最新模擬法廷の中で、私たちは決して問題にしたのは単にバンさん個人の個人的行為の良費を問うたわけではありません。しかしながら国家の力によって個人の良心が切り捨てられ、そして人体実験というおぞましい行為もまた有無を言わせず遂行されたという実態もあるわけです。戦後そうした関係者は一様に口を塞ぎ、闇から闇に葬ろうとしてきました。そのことが、その沈黙が無実の平沢さんを39年間という長い獄葬に閉じ込め、そして死刑を判決しながら執行もできず、最終的には獄死させたことになるのではないでしょうか。もう一つ
731部隊というのがあります。この731部隊については通称石井部隊ということで皆さんたちよく知られていることだと思いますが、